キングオブレディオ、トランジットの、どこでもラウンジ。お待たせ。どうも、トランジット原のこしです。そして、新田です。よろしくお願いいたします。さあ、始まりました。トランジットの、どこでも、ラウンジ。その、分かってるから、その正直に言うのはやめてよっていうことはありました。<laughs> 正直に言って。<laughs> ありました。ありまし,たりましたその、もう分かってるから、そう、直接口で言われると、ちょっとこっちも傷つけよってことを。 ありました。あれな、ちょっと煽られちゃった。どうして。煽られてて、これはね、でもね、嬉しさは正直。七割八割あるのよ。<う>けど、二三割ちょっと。 わかってるから、こっちもちゃんと身分わきまえてるから、ちょっとやめてよっていうのが、あの、ホークス宮崎キャンプで起こりまして。えちょいもやそう、あの、宮崎キャンプ取材に行かしてもらって、何万人ってお客さんいるじゃないですか。最高や。そう、もう一番最高な状態で、やっぱり去年よりも声かけてもらえる割合も増えたわけですよ。で、選手たちがもう2時とか3時になったらバスで宿舎に帰っていくわけです、順番に。で、それを待っている何千人っていうお客さんがいるわけですよ。で、動線、ここは選手だけしか通れないよ、というところを、 我々は通れるわけですよその RKB さんの力を使ってま関係者パスみたいな、ね、パスを使ってえ要するにもう選手と同じ動線を球場内も入るわけですよえぐいことしてるそうグラウンドの中をで入っていくんですけどもそれで、まあ、そこを逆に通らないと控え室に行けないわけです自分たちのって時に まあその選手たちが順番に帰っていくから僕も選手にご挨拶したり、まあ、一緒に写真撮ったり、うん、今の状況を聞いたりまあ取材をやってるわけですよ。例えば又吉さん来られて「又吉、はいま、さんどんな感じですか?」さんなんでお前に言わないかんの?」って<あ>とかね,いいねそういいかいもう本当に嬉しいやんこっちからしたらもうほんとに「いやちょっと待ってくださいよ」と言ってたら又吉さん大きい声で「改めます」とか言って大きい声で「もう分からんわ誰も」とか。 やってくれたりとかめっちゃそう,そういうのをたくさんさせてもらうわけですよ槙原、ま、さんだったらあえて仕事されていったりとかもうだから去年ともまた違う感じじゃ、ね、う,ういう関係がそうバンドンさんとか一番に気付いてくれてそうよな来てくれてめっちゃ楽しい状況でそこの道を通って僕はバックを背負って帰っていかないといけないんですよ僕も <laughs> で選手たちがもう <laughs>、ままま、ちょっと変か <laughs> そう変でしょでちょっと変やな分かりませんでっかい球場の大きな正面入り口を通って出てくる選手がはい,はい、はい、でその脇から俺は出てくるで でそのロードを通って選手たちのバスをの横目に見ながら行かないといけないんですよちょっと申し訳なさもあるねそ<う>通るときは、ね、ただもそこしかないしょうがないもん、ね、そこを通ってるわけですよ、うん、でえー、選手が徳田とかで残ってるから何時までに全員帰るというのがないわけですよ、うん、で僕も MRT ラジオさんっていう局の、うん、MRT さんっていうところ局の方とお食事があったんでうん、うん、早めにこのグラウンドを去らないといけなかったなるほど僕はもう 4時半ぐらいで切り上げないといけなかったんですよだったらまだガンガン俺の目の前山川さんとか柳田さんが通ってバスに乗っていくわけですよ時に2ですよブワーて行って,言ってでもね78割多分帰ったんです選手がそ、うん、したらバーって僕が言ってたらあの1人の方が大きい声これ,めこれありがたいです「新田さん」さーんって,ってめっちゃいいやん言ってくれたんです最高やんでも私もう一回状況を理解してくださいね <laughs> 34000人いるんですよ 34,000人いる中の全部が見てるところで「荒さん!」で、て34,000人中まあ3,000人としましょう、うん、途中2930人は俺のこと知らないわけですよまあ周り2930人まあ70ぐらいは生放送もやりましたしまあ実際そのあとでしょだってそうそのあとこういうのそうそうそうで、うん、知らないのにラさんっていうから「おお有名なんだ」みたいな感じでちょっとずつ見られるそ、うん、したらなんかありがたいことになんかこう とんんんでももなない量の差し入れをみんなからもらったんですよ<ー>これ焼酎ですとかこれあれさんこれスタバですとか<ん>でいろんなものでもこれは確実にも俺に渡すために、うん、で嬉しいやんあと合わせって言ったらそのやっぱ選手たちも時間がないから全員にサインできないのよなるほどでファンの皆さんは色紙を持ってるの、うん、大量のまあそろそろチャンスがどこにあるか分からんから、ね、なんか3000によったら1人5万円ずつ持ってるの1万5000枚ぐらいあるそこに色紙が。<laughs> その時にいや単純計算よ色万5千万あるのみんなそんないらんってそんな説明いやだ単純計算だからでもそのうち白紙なのが多分1万枚ぐらいあるのよなぜ <laughs> そ,そうかもらえないからね選手はかけないから全部その時に俺がそのリュックを背負って関係者パスみたいなの掲げたまま帰ってたら「すいませんサインお願いします」って言って誰か来たのかなってパッて見たら俺で「お僕ですか?」って言ったら「はい新さんです」って言うて俺あの。 けな色紙にでっかく俺のいつものサインを書くんやけど俺そ15枚したよ <laughs> あの選手2枚とか3枚なんよ俺そこにでしかも1人じゃないよ15人よ15人にサインして、まあまあ、これちょっと複雑だよなその何かってかね断るわけにもいかんけどってか俺みたいなやつが断る意味が分かる、うん、い意味がわかるでもさ「おいっすよ」とかじゃないや、うん<そ>、うん あーもうすいませんありがとうございますっててくださいいいんですか僕でって3回聞く1人3回 <laughs> だけ十15人やから45回そう聞いたわけよ <laughs> いらんってお前さっきから45回聞いたわけたいイメージはできてるから,そらあいいですと言うんだけどここでさっき言ったその分かってますよっていうのが起きてああなるほどねそのー 選手にはサインもらえないわけよ。もう全員。まあもうしょうがないよ。それは僕、選手が悪いとかではなくでも白紙で持って帰りたくないわけよ、この色紙をそのうちの埋めたいんで埋めたいんだよ。そう埋めたい。余白を。埋めっていうか、色紙をゼロで帰りたくない。そのうち15人中3人が、すいません、選手にもらえなかったんで。はもらっていいです。ちゃんと言うてきて。はい。だから、あと、知ってますと。ちゃんと言うてきてる。知ってるから。さすがに思ってないぞ、うそこまでは。おごるわけない。だって俺が、 人生命かけになりたかったプロ野球選手よ、うん、横にいる最高の宮崎キャンプの時に怒るわけないやだ、はいまあ、にねだ己の力で来てるわけじゃないしそもそも変やもんそこやっぱ通るだけでも俺結構変やと思うそう <laughs> ま<ず>変やし、うん、そのなんで来る選手来る選手があの人に寄っていくんだろう我々は知らないのにって思ってるわけよ <laughs> だって横には井口さんとか、いたりとか、各局のアナウンサーがいたり、それこそ柴原さんがいたり、えー 岸川さんがそれこそいたりとか、うん、本当だけど梨田監督がいたりまあだからアナウンサーだったりとんでもない有名人が軽く手振っていくようなところを俺ももっこっこしながら通る下向いて福岡、うん、の若ってきそしたら「あらさん!」って「もらえなかったんで」言われて言うかなそれ埋め要因をじゃあ結構しただからちょっとあのお客様ファンの皆様の心は少し埋めれたかなっていう <laughs> いやまあ,まあでもその人がもらいたかったんだにそれはじゃ 琥珀だけは埋めてきましただから俺も多分いつもより大きく書いただけ埋めて返したいからでもさどうするその後々すごい結構長くそのファンの人がいてその色紙を用意してきたけど一枚新たに使っちゃったんうけどうこ,ううこ,この色紙が空いてれば。 柳田選手からサインをもらえたかもしれないだから23月殴られてる可能性ある俺のサインがというその二次災害もあるよねだからそんなも含めてさ嫌な思いするのは向こうだし俺だしっていうねだからせめて「あっ新さんにもらいたかったんです」って言ってくださる方もいるんですよ嘘でもねそうそうとかもう何にも言わなくていいわけよでも当にそに女性の方とかで俺のお母さん世代ぐらいかなの女性の方は「よかったもらいました」みたいなめっちゃ嬉しいそれはもらいに来てるからそうしたってに 男性2の女性1ですよ。<laughs> り覚えますよそれは言われたんですからもらえなかったんで気持ちがいいね逆にむしろそのせい俺言ったものは言っちゃうんだって <laughs> 言うんだねって言うタイプだ、ね、からちょっと冗談チックにね言うてくれてたっていうまあまあまあそういうこともあるよねそういうこともありつつだったんででもすごいでもそれでさ通ってるだけで結構覚えてもらったりはやっぱしたんじゃないいやそうそれが結構大きくて、うん、そうそれであのー、なんていうかな周りの人からそのその RKB ラジオでも生放送もやったからそれをさっき見た人だみたいな。 行ったことある宮崎キャンプはい IB スタジアムってでっかい球場の横にブルペン、うん、室内練習場で多目的グラウンドサブグラウンドって結構もう歩いて5分圏内に全部あるんですよで俺そのど真ん中の広場でやってたはいはいはい目立つとこだじゃあ目立つとこなんだけど、うん、あの選手はサイドしか通らないから選手が来るとこじゃないああなるほどでブルペンとかはそこから歩いて3分ぐらいってさらに室内にあるから、うん、ちょっとまあ離れてるわけよ、うん、したらいろんんなファンの皆さんとか DM も来たし球場で会った時に言われたのが「ブルペンまで聞こえてました」って言われて俺の声がえそう邪魔なってるやん俺邪魔してる邪魔なってるやんそれ俺普通に邪魔してるやん大きい声で「真さん!」とか言うけん俺が島田真子さんにみんなさ集中してブルペンのさキャッチングの音とかして「ナイスー!」とか言うのにそのブルペンの客席に俺の声が「ガーー!」とか聞こえてたらしくてめっちゃ笑ってましたねお前やってるやんそれでもんか届かせようとしたやろお前そのいやあの意識したやろブルペンまではしてない けどその歩いてる選手たちには届かせようとして新た今いるんだよって今しか会えないからそうかだからグラウンド真ん中でやってるからグラウンドっ広場芝生広場広場の真ん中でやってるから<う>えお客さん結構近くまでいいのお客さんも見たい人は3メめっちゃああ<ー><で>じゃあちゃんとこうイベントみたいな感じででフードコートみたいなのも広がってるんのフェス会場みたいなところのステージあなるほどなるほどに俺がいてで両サイドに選手の動線があるあ<ー>で選手たちはそこに選手が通ればこ,この客はゼロになるの ずわーってバンドさんバンドさんって。だからもうほんと一部の7人のコアなファンだけ前にずっと。<laughs> 7ファン。あ、たまにおる。7お客さん。なん,たちはなんで俺を見たいんだろうって。<laughs> 選手が通ってるのに宮崎の地で。 俺を見てくれたいんだろうでも坂東さんとか周東さん通ったらみんな流れるわけでしょうがないそれしに来てるからだから俺もでもその時しか喋れないからめっちゃ生放送中なのにあの柳町さんと周東さんとかが通った時「柳さん!」とかで大きい声で話しかけて存在感をアピールしそんなしたらブルペンに来て全部全ブルペンバリ邪魔してえマジちょっとピッチャーの人だとし落ちてるその後和田さんだと笑顔だったら大丈夫あかったかった和田さん笑顔だった大丈夫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  よかったそれで怒るようなピッチャーの人おらんかピッチャー選手がまずいないそうですねはいそれいないから大丈夫そうでも槙原さんが言われましたお前が団長になって全然成績上がらんとチームも俺の邪魔すんなって普通に失格お前のあとお前が来て宮崎曇ったって言ました普通言われる逆？逆逆修造逆そう修造が行ったらあったかくなるしそう逆修造でもねカンカン照りだったの確かにラジオ撮ったらちょっともやがかか 声ガラガラやからなちょっと雲が察知して栗原さんも「それ地声ですか?」って栗原さん言うけどありがたいます。感無量やでお前いや感無量あの栗原さんに声覚えてもらったなんてお前いやそう最高やばいよねンに最高すげえことしてるなと思ったよ「いいね」飛んできただけどスクショ参加したもんだって「いいね」来たあリ栗原さんが「いいってスクショ参加した「来たいいね」長宮崎キャンプの話いやだからあそこであの 余っったんでて言われなければこうなってないから <laughs> 余ったんでって言ったからあの人全てはそ,うだそっからスタートかそうだいやいやでもすごいでもいい経験やねそうホン毎年やけどまあまあそうですね本当にでもまだ認知してくれてる人増えてそう、ね、また来年行けたらね それはめちゃくちゃ嬉しいですよでまあ団長になってホークスも1位取ってみたいなそうだから今年ですねマジでことなればそう日本一なればはいもう新たでよかったみたいなし俺にも純粋に俺に色紙が来る可能性があります俺分の団長団長に対して色紙書いてくださいて「団長ください」みたいなねそう「団ください」みたいなのはなかったどういうこと?「団長」みたいなロかけそれか団長ロです悔しいねでその新たも別にそんなたくさんあったわけじゃないですか 4ぐらいやあれあのあの本当にマジでこれ冗談抜きで言われるのはあの声の人ってせめてさしゃがれ声の人とか <laughs>、うん、ガラガラ声の人とか言ったら俺もう嬉しいや、うんや。うんあっ 声の人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 ど,どういうこと声の人あの声の人とかじゃないとそうそうそう声の人声の人ってな俺選手の皆さんは忙しいけども俺も時間に余裕があるから全員に手を振るわけその振ってくれたら振ってくれた振ってくれたとかなるけどもう、ま、それでもまだ振り続けるこっちは覚えてほしいけん逆真逆ほんとに。 でサインが余ってから書いててサイン余っから結局サインが余ったから書いた話を今したよしたい怒った話をしました俺はなるほど結構副産物も結構あったこのトークはありまそうそういいマーケりやった今回はだからもう入るのも迷うレベルじゃもうエンディングでここからバカかお前これでは終われんってただね来てるんよその怒りもこれもう本編入ってないけどちょっとペイアンさんから <え>怒りが来てる「先日イラッと来たことをメールします」と「ほ<う>奥さんと一緒に某スーパーに買い物に行った日のこと」うん「食料品売り場で相手も夫婦だったのですが」 奥さんはカートをして旦那さんはスマホをずっとポチポチ<う>こちらが取ろうとする商品の前にずっと立ったままで動く気配がありませんなるほどすいませんどいてくださいますかと声をかければいいのでしょうが、うん、それで切られてもいけないので相手が動くのを待っていたのですが、うん、スマホをポチポチチししたままま全く動こうともしません、うん、奥さんはカートをして先を行っててそのままでした。 このご時世スマホを触るなとは言いませんが周りの気配ぐらい感じてくれと言いたいです、うん、お二人さんはこのような時どうしますかはい必勝法を教えます必勝法がある俺はもう常にその状態でサニーで買い物してますからまあもう本当多いよねこういう人は正直、うん、いやでも本当はだけどその令和じゃなければグーパイン本当は 令和じゃなければ平成もダメやろ昭和もダメやけグーパンです全部の時代ダメやからグーパンです正直そんなことそれが許された時代とかないからグーでパンチいや分かってるってグーパングーパンが分かってないわけじゃないからただやっぱ人に暴力を振るうことはできないのでもちろんそうそんな例えばそのお肉売り場がまあ売り場がお肉の売り場だとしましょう仮定してね仮定して自分は鶏肉を買いたいとでもそいつがずっと触ってるとまだレシピ見ながらどの肉買おうかななら 買い物の必死やったらわかるだどうせんか見てるんでしょあのアルファベットの SNS とか見てるわけでしょドクター何とかみたいなそこ隠さんでよくないみこ言ってた大丈夫だ元ツイッターのやつ見てるわけでしょいやいいよ別に元 t w i t t e のやつ見てるわけでしょドクターとかでお前俺はそういう時は言います「おおわでもどの鶏肉にする?」とか大きい声で言いますで俺はてめえの前の鶏肉見たいんだぞってお前よりも お前よりも本当に嫌なことしてるのは向こうやからねえ悪い悪ないよねスタッフさんほらうなずいてほらほらね悪ないからでそれにでそれでも聞こえてない時はうーわーっとって大きい声出すし、うん、めっちゃプレッシャーがで俺しかもその一人とかあるけど、ね、買い物しようえどのトレーニにくす,するってどのニにくするって一人で一人でやばすぎるで言って あ、とかなるからああすみませんみたいなこっちもああすみませんみたいないやそれはそうでしょ怖っ何を怖い怖いやろ向こうがまず一人でどの鶏肉するとか言ってんのキモいのにで怖って思わせたりとでパッて「あすみません」言うて「一人や一人や」って思わせたえっキジンってことこいつ1人で鶏肉どれにするって言うてたえっキジを演じるんやそうでも手スマホ持ってたら電話かと思われるけんもう何も持たずにもうカゴだけで電話と思われた方がいいだからその人に話してくてえどの鶏肉にするあとどの鶏肉にするって何その別に <laughs> お買い物いかんすぎいや分かないとんでもない量の鶏肉あるからある,あ,あるけどさ泥鶏肉にするだけでいけるういういほらね西田さんあるねブイブイあ部位ね部位もあれば種類もあるし、まあ、もも胸とかそういうことだと同じグラム数で2倍するんやから鶏肉ってのによってはそうや産地とかでねそう国産外国産もあるしまあまあ確かにそれは確かに泥鶏肉するって会話て <laughs> その一人でやっぱ言ってて相手が言ってもちょっと怖いけどそれ言われちゃうといや例えば、ね、野菜コーナーとかめっちゃ簡単よ 例えば白菜の前でその人がとまってたら「白菜高っ!」っていうこれ一言でもうこれだけ俺は白菜を今見てるよてめえの背中で見えてないけどなって俺は思いながら言ういして値段見るやん他のスーパーより安かったですだから「えこれで高い」って言ってどこで普段買ってるのっていう怖さその怖さを与えたい俺はその俺 そんなななややつ見てていいからやばくないこの白菜って言う一人ってかさ別にいいやん俺も正直そのあなたのそのやり方じゃなくていいって言ってたら「すいません」って言ってすいません」って言って取ればいい、うん、別にそっちの方が誰も得しないです、うん、えまあ信てならあなたは得するんじゃないですかに別に取れればいいからそうですよでもこの世はできるだけお互いに得した方がいいわけですよ わかります全員が得したわけがいいこの前の得っていうのは得せんやんだって向こうはあえて嫌な気持ちお前みたいなその本当にちっちゃい脳みそで目の前のことしか考えてなければそうなるけどもめちゃくちゃ言ってるぜ今傷つけてるぜ俺のことすごくあ俺嘘全然配慮できてないあ嘘全然人のことえ嘘俺興味名義持ってないけどやばいって絶対なんないお前先生とかあの例えば俺がささっきのさ怖いやり口やるやんってなった時に もう怖いのよそうされるのが次からスーパーでその人もせんくなる <laughs> ってことはその周りの人も幸せなしその人もって舌打ちされずに済むってことは全員が得するわけあダメなんだやったらって思わせないといけないてて怖い思い出にさせたいね野菜コーナーのトラウマにさせないといけない 二度ともうあの基人がそう現れるぞ野菜コーナーの前で佇たずむとスマホ怖いってペアンさんこれやってくださいマジで一応さ表に出てる人ではあるんやからさいやこれはいいやこれはじゃあどっちが悪いのかっていう別に法律も犯してなければそんな大きい声で「白菜高!」って言ってるわけじゃないよ「白菜高いな」とか母役ぐらいかそうでしかも一番怖いのやったことあるのが「うわこれトウモロッコシ高!」って言ったんやけど何よそこにトウモロッコシ。 これが一番面白いこ,いこれ一番やってて面,白いす面白いとかいとで俺しかもさすぐやるわけじゃないよ俺も例えば前の人がいてそれ10秒20秒待ちますよただ明らかに関係ない X 見てたりとか、うん、インスタ見てたりしたらもう意味わからんからあのあっていうのもあれだからやるだけでそれちょっとはしかもちょっと手伸ばして取ろうともするしそうかもうちょっと前行けるのに全然取れない感じで。 ちゃんともうだから結構思い切ってそれやっちゃっていいってことや結論としてベイアンさんに言うとしたら,そ<う>だらペイアンさんとかでも結構やっぱどうしても引っ込み思案な人、うん、やっぱそのなかなか行動できない人多分おると思う、うん、だそういう人のあもう一個あります <laughs> えいやいやもう大丈夫紙に「そこどいてください」って書いてこれをスマホで写真撮ってください <laughs> それ スマホで写真撮ってくださいスあなた今見せると思ったでしょ見せると思ったスマホで写真撮ってくださいえなんででエアドロで飛ばしてくださいしたらおそらくその人のエアドロなんで聞いたことない目の前の人がパってやってパって受け入れたらそこをどいてださい。怖い怖いって思わせないとダメですそれはもう怖いってそしたらもう二度と野菜コーナーの前で立てなくなるんで怖 野菜コーナーの前で立てない体にしてやってくださいそこまではないっていやだってそ,そいつはねいろんな場所でやってんだっ、ね、てまあでも確かに配慮が足りてないのはもちろんそうですよほん<の>にそうエアドロはやったことないよねさすがにエアエアーやってたらさすがにヤバいでしょ <laughs> <laughs> 聞いたことないもんそのエアドロ痴漢とかはなんか聞いたことあるよ、うん、いろいろあの対策知ってますエアドロ痴漢の え何あのとんでもない怖い名前にするらしい自分のデバイスの名前、ね、本体のイフォンの名前をこの人に送ったらヤバいとだかそ理科とか、うん、やったらもうあこいつ女の子だとか例えば俺新たとかやったらああ<ー>普通のやつかってパッと送られるけどそれを押してみろとか、うん、とか押したらどうなると思うとかあそれねそうしたら絶対にエアドロチカ漢合わないです怖いもん、ね、そうこれはその防犯の面でやった方がいい そそう、それもちろんそう,やんそういうことでも日本中の iPhone がすごい怖い名前だ <laughs> <う>からみんなであと紹介する時は誰よほんとにエアドレスの時にすみませんあのそこを押してみろのやつ俺ですみたいな <laughs> 一番気まずい気確かにね<一>本当に欲しい時に<番>そう時マジで基人やと思うあれが一番気まずい,<長っ> <laughs> いやいやしょうがないいや,いやペイヤンさんの その悩みに真剣に向き合ってこうなったのに長ってお前時間で仕事してんの対処法が長いわいやそうしょうがないよこれはだって切れてるんやからええびっくりしてないよだって今プリント来たら文字も真っ赤やろそれ今いや真っ赤じゃねえよブチ切れてはないけどただできなかったねその時はできなかったからまあそれ反省生かしても新たな策をやるのはいいかもしれない何 <うん S 1> 知っとんってえなんか知っとるとか言われていやタイトルコれしてないです今日 やってたやろちょっとそのタイトルコールしてちょっと間開けるとかやってたやろあ BGM のためにでもんかこの前の浜春がめっちゃかんでたよ誰だっためっちゃかんでたあ名人か名人って言うな将棋将棋やってる人じゃないから俺なんて言うてた名人って言ってた名人違う八冠 もっとやばいだから名人のがまだ分かりやすいか八冠って八冠だから八冠八巻元気かなでも浜松スペシャルでも反応良かったねやばいヤバいついにテンポでできたんですっとなぜかみんなすごい応援してくれるあみんなそのテンポですることを望んでたんだっていうそ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 っちのびっくり嬉しかったね本当にねじゃあもうエンディングでーすいやばバ何のラジオか分からへんヤバいとかじゃんタイトルコールして終わればいいやタイトルコールして終わる意味分からんやん じゃ、これどう、どうですか、実際にしずさん、これはもうオッケー。ほら、オッケーだって。オッケーと、オッケーってやってたやろ、あれじゃオッケーじゃない。何。あれ杉内もチェンジアップの握り。そうつけよ。お前あれオッケー。オッケーは。杉内もチェンジアップの握り。オッケーはやってたけど。めっちゃ振ってた。オッケーを。杉内もチェンジアップの握り。投げる時、やっぱ振るから、ちょっと手をね。めっちゃ振ってた外側に。エンディングでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。 本当にに楽しいいなったと思います、はい、いやペイアンさんスペシャルやんこんなんいやまあペイアンさんがねペイアンさん違うてかねすごい今回日本撮りなんですけどあのメールがえげつないぐらい届いてるペイアンさんはじめペイアンさんはじめうわうしいだから次回もうメール特集になるってこといやメール特集になるし、うん、なんと今回があの99回でございますんでえ、うん、なんとついに、まあ、イベントとかもいろいろありますけども、うん、第100回を迎えますなるほど、はい、今日99回でした で九十九回でタイトル殺ールしませんでした。<laughs> <laughs> <laughs> まあ記念じゃないから全然九十回ま,あ、まあ、まだオッケーか。 でもじゃ次からも育成選手ってことでしょ我々は育成3桁ですか劣化してないってことのギャラも安く数こなせばこなせほど嘘やんそんなこと背番号でやってなかったんや勇さんで最後ですもう99一1が一番良かったよ 1S ナンバーそうよ良かったよお前そうですすそんなことはならないんですけど記念すべき100回だからもう年数で言うと2年ぐらいなるってことなんでまあ来週はでもメールスペシャル やっぱトトランジッどこでもらうんじゃあのメールに支えられておりますんで、うん、来週メールスペシャルにしたいなと思います嬉しいですいつも聞いてくださって、はい、記念すべき第100回をねだからんかあれがやりたいエピソード総選挙とか何かな<ー>ど,どのエピソードがあーのー一番腹が仕事してなかったとか,だからそういうランキング決めたいやめろや何だ、ね、一番腹が仕事してなかった <laughs> そうアンケート取りたいね。取あ取ってる今取ての俺取ってるってほら,ほらえ どのエピソードが一番腹が仕事してないか、はい、<の>そう撮ってるもっる変だってそんなで俺スタッフさんからやりませんかって言われあやりましょう変だって変じゃない全然切り口 <laughs> 切り口が変なアンケートも, <laughs> もっとあるもんいろ多分やることいや嬉しい皆さんのおかげです<う>本当にそうでイベントもありますんでね、えー、3月2日マジで遊びに来ていただければなと思います RKB でやりますんでイベントは<う>遊びに来てくださいでグッズがグッズ付きのチケットかな これが,、ね、が販売中でございますんで、うん、ぜひ遊びに来ていただければなと思いますこれ数量限定ですよね座席数はバチバチ申し込んでほしいしかも,もファンの皆さんと触れ合えるみたいなねことが多いっぽいんでミーティング系をね楽しみですねということでございますんでたくさん遊びに来ていただければなと思います、えー、メールアドレスは kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp でございますたくさんのメールお待ちしておりますということでまた 100回記念エピソードで会いましょうさよなら宮崎で公式ボールにサインしたけど俺のこと選手と勘違いしてないのあの男の子 <music> HKT48 の矢野瀬ヤーです RKB ラジオでお送りしている「ガールズパンチ HKT48」のももち山ラジオ局ポッドキャストでもお楽しみいただけます AppleSpotifyAmazonMusic ポッドキャストなどで「ももち浜ラジオ局」と検索してフォローをお願いします。